これ海外でなんと1100万再生を超えたヘアアレンジになります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこれ海外でなんと1100万再生超えのお団子のヘアアレンジになります。なんかテクニックっていうのももちろんそうなんですけど、このヘアアレンジのやり方が結構面白くて、でもう本当にこう慣れちゃえばこんな感じでこれもほぐさないで結構おしゃれにまとまってるようなアレンジになります。なのでね、まあお団子ヘア結構やられる方は結構多いかなと思うんですけど、このアレンジのやり方覚えておくと結構使えるかなと思いますので、ぜひねちょっと何度も見返してぜひ覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず髪の毛をまとめていくんですけど、まあまとめる位置は耳よりも少し下あたりぐらい、まあ襟足ぐらいでまとめるようにしてください。まとめたらゴムで結んでいきます。で1回結んで2回目でお団子にします。でこの時にこのゴムを1回転だけ刺しておきます。クッとで1回転させたら毛先の部分を上に持ってきます。で上に持ってきたやつをこのまま全てこの上に持ってきた髪の毛とお団子にしているところを一緒に上から結び直す。こんな感じでするとお団子が完成するっていう感じです。これ結構テクニック的に難しいんですけど、覚えたらめちゃくちゃ簡単で、かなりこれだけでもお団子まとまってませんか。でまあほぐしてもいいんですけど、そのままでも結構ルーズ感が出てるかなと思いますので、こういうふうにしっかりと首を振ってもまとまってれば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。でやり方としてはお団子にして、でゴムの部分を1回転回転させて、で毛先を上に持ってきてお団子と毛先をもう一度結び直す、そんな感じのやり方です。で1回やっただけじゃやっぱなかなかちょっと難しかったりもするので、僕もね何度かやってみたら結構簡単にできるようになったので、やり方さえ覚えたらどなたでもできるかなと思います。なのでね、まあ、この方法海外で今めちゃくちゃ流行ってて、多分日本でもね結構やってる方も多いかなと思いますので、ぜひねこの機会で、覚えてやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。